命は美しいは、日本の女性アイドルグループのぎざか46の楽曲。楽曲は、秋元康氏が作詞、広木佐川が作曲した。2015年3月18日に、乃木坂46の11作目のシングルとして、n 4 6 d ィブからリリースされた。楽曲のセンターポジションは、西野七瀬が務めた。九十九里浜 DVD 付属のタイプ ABC。 CD のみの通常版の4形態で発売。歌詞は情景が浮かんでくるような意味深な内容で重いテーマを扱っており、背景として、乃木坂46のテンスシングル、何度目の青空か、ファーストアルバム、透明な色の収録曲、僕がいる場所の歌詞、ホースシングル、制服のマネキン、テンスシングル、何度目の青空か、の収録曲、 あの日僕はとっさに嘘をついたのが曲がある。僕がいる場所では、僕が愛するものを置いて死んでゆく未来が語られており、前作、何度目の青空か。で見上げた太陽が、今作では、世界とのつながりを意味する、海の下で、地平線から差し込む日の光となって、主人公の瞳に宿り、それが涙へと置き換わることによって、リアリティを受容する。西野七瀬によれば、 2番のサビから、命は、美しいというタイトルの意味を読み取ることができる。1番のサビで、命は美しい、初めて気づいた、すべての、その悲しみだったものが、2番のサビでは、命はたくましいに置き換わり、捨ててはいけない、約束してるという言葉へと生まれ変わる。命は、美しいというタイトルについて、秋元康氏は、企画段階から覚悟を決めており、 その覚悟を引き継いでダンスの振り付けも構成された。ダンスは制服のマネキンを彷彿とさせるが、A メロの音程が非常に低く、ダークな雰囲気で、2015年時点で今まで見せたことのないような自己表現を許さぬ、フォーメーションダンスとキレのある構成で、振り入れに時間を要するほど、乃木坂46史上最高難度とされており、 選抜メンバーの一人一人にダンス講師が付き添いで指導し、2015年2月22日に、乃木坂46サードイヤーバースデーライブで初披露された。ヒット祈願キャンペーンとして、2015年3月16日から2015年3月22日まで、東京地下鉄が管轄する139駅に、乃木坂46メンバー全38人分の、 直筆サイン入りポスターが掲出された。また、文部科学省24時間子ども SOS ダイヤルのポスターにも起用され、文部科学省のホームページ及び全国約3万7000校の小・中・高等学校に配布された。CD ジャケットは命を太陽に見立て、世界とのつながりを意味する海の下で、まるで命のように力強く登り、 輝きながら沈んでいく太陽が夕日となって千葉県九十九里浜の水面に映り出す幻想的な風景を収めた写真が使用されている。ジャケットの撮影はアートディレクターの柳川啓介、フォトグラファーの青野千尋が担当し2015年2月上旬に撮影された。乃木坂46の作品を手掛けるのは双方ともに初である。柳川によれば CD ジャケットは、真面目なメッセージが伝わるようなものにしてほしいという、ソニーミュージックレコーズのオーダーと、若者は何か哲学を欲しているのではないかという、秋元康氏のオーダーから公共性のある CD ジャケットがデザインされた。CD ジャケットのデザインは、通常版、タイプ C、タイプ B、タイプ A という流れで構成されており、通常版で海にたどり着き、タイプ C で、 夕暮れの海に惹かれ、タイプ B で思いを巡らし、タイプ A でその思いを伝える西野七瀬がいる。本作は、サウンドスキャンジャパン、ビルボードジャパンホット100、ビルボードジャパントップシングルスセールズ、オリコン週間 CD シングルランキングなどの週間チャートで初登場1位を獲得した。オリコン週間 CD シングルランキングにおける、乃木坂46の1位獲得は、セカンドシングル、 おいで、シャンプーから10作連続となり、女性グループとして AKB48、SKE48 に続く3組目となる10作連続1位を達成した。乃木坂46がデビューから10作連続1位を達成するまでに要した期間は約3年に1ヶ月で、それまで最短だった SKE48 の約4年8ヶ月の記録を更新し、 女性グループ史上最速記録を樹立した。初週推定売り上げは50万297枚を記録し、乃木坂46のシングル売り上げが初動50万枚を突破したのは初である。その後、2015年3月度月間 CD シングルランキングで3位、2015年度上半期 CD シングルランキングでは、 推定売り上げ千四百四十九枚で四位。二千十五年度年間、シングルランキングでは、推定売り上げ五百五十五枚で八位を獲得した。前作、何度目の青空か。のフォーメーション三列目に二名を増員した十八名、選抜である。副人はナインス夏のフリー &Easy、1 0 t 何度目の青空か。に引き続き、 一列目と二列目を合わせた十名が、十副人であり、三作連続同数副人は、フォース、制服のマネキン、フィフス、君の名は希望、シックスス、ガールズルール以来となる。本作で、相良よりが初選抜となり、伊藤真理香と、斎藤明日香は共にセブンス、バレッタ以来の選抜復帰、若月由美はナインス、夏のフリーイージー以来の副人復帰となった。 松村さゆりは気づいたら片思い以来二度目の副人離脱となり、自身初の三列目となった。斎藤千春は今作の選抜から外れた、立ち直り中に関するカテゴリー。ありがとうございます。